進行が少ないっていうのもあるんですけども、まあ、結構対策しづらい、はい、対策しづらい上に、何度も言いますけども使ってる人がみんな強い、はいはい、そしてセットプレーも人によって様々。対してファーストは動きに幅を持たせることがすごい難しいキャラクターじゃないかなと思いますね、はい、ある程度やはり対応をしていくっていう形で立ち系をゲインに物を投げながらその物を投げてからそのファーストのアドリブになるんですけど、それはやっぱ自分の話なので相手にとってあまり関係ないところなんで、うんうん、ベッドマンの方が何をしてくるかわからないっていう怖さがあるんじゃないかなと思いますね、はい、かつやっぱりその端でダウン取られた時の破壊力、はい、すごいですからね。特にその切り返しが乏しいファースト側はデッドアングルやブリッツに頼るしかないんですけど、ゲージがある程度ないとちょっと厳しめになりますよね、はい、けど本体で崩すキャラじゃないので届かない、はい、エアガードされてしまうってことがまたあるんじゃないかなと。あ、保険かけつつ、はい、攻め系ができるっていうのはやっぱベッドマンですからね。でもね、ベッドマン自身はその表裏じゃない、飛びからの、はい、崩しスカシゲランだったり、はい、狙ってくるんですけど、大体そうなってしまうと詐欺重ねっぽくなってガードが間に合うことが多いんですよね、はい、そういったところで切り返しにも対応しやすいという感じですか、はい、さあ試合見ていきましょう。ワンピーがですね、こちらが、ウィナーズのA ブロックウィナーズですね。こちら第、2回戦の第1試合、こちらが投げバーサス中洲ベッドマンとなっております。さあまず渡るがほぼ五分ですね。さあ投げて、これで中洲ベッドマンがリードか。しかし受け身狩りを見せて、ここはバーストを使わせる。受け身からそのまま攻めて両者危険を混ぜてフォローしていく。おっと上から行ったと思って、さらに上から行ったんですが、この攻め画面中央空中タスクシーはしっかり投げて落としていく。すごいですね、上から行きますよ、はい、ロマンキャンセルあたりからもう流れは完全に投げさんに来てました、ね、はい、来てました。さあラウンド2、こちらは中洲ベッドマンペースで進んでいるか。画面端、これですね、この状況でダウンを取られるとかなり厳しくなる、はい、今ちょっと上に対しても B タスク、B デジャブが残っているので、はい、ここを耐えてからというところですね。アイコン消してましたね、はい、しっかりアイコン消してます。これ消さないと後でひどいことになってしまいますので、ここはゲットアングル。さあ中洲ベッドマンしっかりガードして、ここは球を投げていく。投げが上から重ねて、奪って、ここからブリッツに対して、これは結構痛い指導入りましたね。さあ、コンボ決める、画面、足中段で崩したんですが、2発目が当たらず、ここは怪しいところは地上投げですね、カウンター、ヒット、バーストは食らっている、ちょっとバースト対策っぽい連携だったんですが、カウンター、ヒットに対してコンボを決めて、これでほぼ5分、ロマキャンしてロマキャンしてレレレ、これはどうなる。きっちり決めていく。逆転しましたね今、はい、寝る子だと。いやーすごいですね結構体力差あって、やっぱりその一発がでかいキャラクターじゃないと思うんですけど、はい、まあ、それですね、ベッドマンもやっぱ攻められてしまうと前ステップが、はい、2P で切り返す、もしくはバックステップ、はい、っていうのがあるんですけども、そのドリルがすごい2P に対して噛み合ってカウンターヒットを暴れに対して、はい、絶妙な高さのドリルが機能してるみたいな。さあこれはデジャブを見せて歩き投げ。さあこれは暴れ潰し、これはでかいですね。コンボ決めて、画面端ジャンプでイロマキャンスカシゲダンまでワンセット。これは見えませんね。さあ流れるような連携で取ったのは中洲ベッドマン。ラウンド2開幕読み勝って、これはヒヤッとしたんですが P で終わる。上から行ってゴーイングに対して中洲ベッドマンはバースト選択、これ引きずり下ろして、この辺りね、やっぱりその年季の入った投げこすりが、はい、でもいい連打音が聞こえてきましたね。そうですね、あの辺やっぱりその投げれると、はい、展開変わりますからね。さ
さあ爆弾シーマギアの攻防はかなり大事ですね。さあブリッツロマキャンで確認して下段で潰していく。空中投げでしょうか。ダブルアップを狙っていましたね。ジャンプ D ロマキャン画面端端範囲は届かない。ジャンプ D 状況確認してしっかりコンボ決める。ここからバックスでキャンブリッツまだ終わらない。タスク C バーストこれはうわーショーラでしたね。かなり投げさんの判断がめちゃめちゃ早かったですね。もうすでにもう、はい、扉に入っていたので、まあ、上から来るか前から来るか後ろから来るかってもうその時点で分からないのでもうそこを抑えるしかないということで前に出てきたところにその場でキールキャンセルでハイスラッシュがヒットを放ってなりましたね。さあコンボ決めて画面端これはしっかりガードして引きずり下ろしてここからサイドフォアデッドアングル暴れてこれですね。あれに対してそうですねドリルちょっと高めのドリルを打つ、はい、さあ対空からタスクC これゲージ入ったビジョン伸ばしたんですがここでバーストジャンプハイスラが当たる。さあ空中タスク当たって引きずり下ろしに行くドリルここはバースト最速で打っていく。上からいってキャンデフォローかぶせてこれ削りでしょうかね。そうですね直線ガードでしか反撃ができなかったので直線ガードを狙ったんですけども体力が持ちませんでしたね。なるほど理解しないと理解でさあこれ取り返して1-1ですね。非常に展開の早い試合さあ1-1のファイナルセットさあここまで見ていかがですか。そうですねちょっとお互いにそのやりたいことをしっかりできている形ではあるので一つのミスもしくはそれをこじ開けるその力を見せていければというところですね。連携というかじゃあまあかなり両者その、はい、いいところが出てる出てますね。はい感じですかね。さあ画面端これはカウンターなのでコンボ決めていく振り下ろして焦点ヒットから強引でここは中段これは非常にでかい。バックステキアンのジャンプ系ですね。中段ですね。あれは見えないですね。結構その地上なのか空中なのかちょっとしづらいですからね、はい、今のあの一応下段択もあるので、はい、まあほぼほぼ見えないです。バックステせずに普通に帰還して、はい、下段さあ投げさあ毒がついているのでこれじわじわタルクやっていきますよ。バックステ画面端位置が入れ替わる。画面ハイスだからテイクダスクこれはよく見ている受け身から攻めたいところに逆にしゃがみピーコスリーとさあこれで1-1さどっちかしか分からないですね。そう本当に分からないですね。本当に分からないですね。ただはいバーストがやっぱ気になるかなというところでありますね。さあまずは中スベットマン裏に回って崩していく画面中央体力差がじわじわ開いてきたか。いずりをコンボ決めてここは一旦中に飛ぶ対空からコンボ決める。これはドーナツを食べて体力を回復しつつここはバーストさあこれはよく見ていた。さあバースト警戒弾を出して最後はしゃがみハイスラが待っていた。ゲージがなかった感じでしたね。ゲージがなかった、はい、距離を離された後の物投げに対してのしゃがみハイスラがまあやっぱしっかりしていたかなというところですね。あそこの判断は本当に早かったですね。はい、さあこれで勝利したのが、2P側ですね、中洲ベッドマン選手の勝利となります。さあ続いてですね、小川佐藤さんとトゥーリョさん。トゥーリョさんいらっしゃいますよね。小川佐藤さんとトゥーリョさん前に、はいどうぞ。じゃあじゃんけんしていただいて、はい、
1P 側がトゥーリオイノですね。そして 2P 側が小川佐藤となっております。それではそのまま再戦でボタンチェックをしてください。トゥーリオさんがケースケ今井で、2P 側の小川佐藤さんがゲストでお願いします。さあ続いて、トゥーリオ VS 小川佐藤ということで、はい、イノ対、まあ、はい、どちらにしても一方的な組み合わせになりやすいかなって気がしますね。ダウンを取れれば、まあその、はい、両者強力な置き攻めがあるので、はい、ツーリオさんもその小川選手もトゥーリオ選手も小川選手もともにやっぱその大会に向けてネタをかなり、作ってきてるみたいなんで、はい、今注目していきたいところですね。特にその先ほどの試合で行っていたその消毒とその画面端のめくりの、はい、ネタなんですけども、あの空中に逃げがちなその佐藤に対してはかなり有効なんじゃないかなと気がしますね。じゃあそのあたりの攻めが噛み合えば、はい、もう一気に。ただ結局あれはそのコンボの締めなので、はい、そのしっかりそのコンボを決めて画面端に運ぶという前提なのがちょっときついかなと。立ち回りはその井の川のケミカル愛情を気をつけつつ、はい、上から触って召喚していくか、ハイスラドリルを打ってそのハイスラドリルで作った影だまりかの召喚を使って2対1に一気に持っていくかというところですかね。まあ、やはりその中距離の立ち回りが非常に重要になってくるかなという感じでしょうか。あの座頭側のニエスが非常に長く、今回のケミカル、そしてカオウチの音階、はい、共に着地までそのカウンターハンドになっているので、はい、しっかりカウンターヒットを取られてドリルまで連続でつながれてしまうとかなり厳しいですね。準備ができたら、キャラセリに戻って始めてください。はい、トゥーリオさん OK 出ました。さあ続いての試合ですね、続いての試合は A ブロック、ウィナーズの2回戦ですね。ウィナーズの2回戦第2試合、こちらが 1P 側トゥーリオ選手、そして 2P 側が小川佐藤選手となっております。キャラクターはイノーパーサス佐藤ですね。さあやはりその中距離戦、はい、注目ですね。ただ最近その小川選手はその本体で その立ち回りかなりあの磨いているということで、はい、この分身を出す分身を出すためのハイスラドリル S ドリルを巻くと見せかけて前に出て一気にといった展開もありますね。じゃあそのとりあえず分身出してというよりは、まあ、それを見せつつ、はい、まあ、本体でも攻める。やっぱ攻められちゃうと本当に厳しいので、しかしガード硬いですね。いやこの辺り本当にそのガードを詰めてますね。はい、まあ、やっぱファジーガードでガードしてるんでしょうかね。そうですかね、ファジーもあると思うんですけども、いいガードでした。さあ崩してブリッツに対して下段、さらに下段、この辺りやっぱその脊髄バーストにかなり、はい、そのバーストをガードしてそのまま先ほどの連携といったところもありますね。ただかなりバーストを我慢しております。やはり今のバーストが結構試合左右したかなっていう。そうですね、人によってそのバーストを読むか読まないかっていうのは分かれると思うんですけども、まあ試合が大きく動きやすいのがそのバーストを読んで成功した場合で、ただその後のフォローが効きにくいのがそのバースト読みに失敗してしまった場合なんですよね。まあ、やはりこの辺りがギルティの面白いところですよね。まあ、そうですね、まあ、正解がないというか、はい、ここはブリッツで割り込んで、まあ、アイスラからバックスで潰して、小川はここでバースト、ギャラリーから移動攻撃、縦蹴みで潰してケミカルに対してダッシュジャンプ系画面端、これは削りも視野に入れてますね。さあまずは釣りが小川だと、もう終盤のその
あの削り込みの連携、はい、かなりきついですよね。厳しいですね。特にそのゲージを持っていない状態で画面端に持っていかれてしまったっていうのもあって、はい、まあ、最低限のダメージを奪いつつ、その分身も戻しつつ攻めることもできるので、うん、もう本当に脱出困難ということで、なるべくはゲージを持った状態で捕まりたいかなと。デッドアングル、そして覚醒必殺技の切り返しも、持った状態でその読み合いにしていかないと、はい、一方的にその無敵必殺技を持てないキャラクターは厳しいかなと。やはりこのザト相手に消えしない状態で、はい、ダウン取られたかなり厳しいですね。はい、さあ続いて2セット目ですね。最初のセット取ったのは、2ピガ小川ザト。さあ最初のラウンド伸びるがカウンター、強限で逃げていく。これはまずは分身を消えた状態ですね。音符を重ねにいったんですが、ちょっと早かったですね。そうですね、ちょっとその足だったからですかね、はい、さあ縦蹴りで引きずるオフスダウン奪って、ここからこうバースト。さあこの音符をその下に出して分身消しに行くのが、はい、いいんですかね。だからどうしても音符を操作している間はその本体がその音符の動きとあの連動しているので、はい、詰めづらくなってですね、距離を下に動かす場合は下下と入力しないといけないので、どうしてもそこで動きが止まってしまう。音符をガードさせることができなかった場合は少しピンチになってしまう。厳しいところですね。さあ低空強限、さらにバーストもガードされたんですが、さあここは画面端の攻め、強限で分身を潰す。ダメ足、ハイスラからドリル、ここは空中投げ、これ暗い逃げしたいんですが、さあなんとか逃げることに成功。この音符に対してこの中距離はドリルを合わせるのが強そうですね、はい、さあ低空出しの着地を投げて下段で崩す。ここは安定でダメージを奪っていく。ケミから刺さったんですがダッシュが出なかったか。さあ中距離ギャラリーカウンター、ここから下段はしっかりガード中断、動けないですね。さあ目の前にドリルが動きづらいですね。最後は遠距離です。さあこれで 1-1。 さあ開幕両者飛びつつ様子見ですね。音符は飛んで回避、ハイスラヒット縦蹴り、はい、置き攻めジャンプに対してこれはピーで相打ち、下段で崩して金エスから拾い直し、あれで縦蹴りで、はい、そうですそうです、めくるって感じですかね。先ほどはその消毒打ってたんですけども、はい、そこに受け身を取らないということで、じゃあ次はってやってみたんですけど、ちょっと読み合いでその小川選手が勝ってますね。さあこれは下に影だまりがある、空中くらいを確認してコンボ決める。さあ強限で逃げて、ここから置き攻めしのげるか、ダストは飛んで、これ小川危険でフォロー抜かれないですね。上から行く、潜ってブレイクザロー挟み込んで中断でダブルアップ。さあ小川2連続で、練習して2-0 で勝利ですね。小川佐藤選手の勝利となります。さあこれで、A ブロックのウィナーズファイナル、はい、はい、見ていきたいと思います。中洲レッドマンさんと、はい、じゃあじゃんけんしていただいて、さあ 1P 側を選択したのは、中洲レッドマンですね。そのまま、はい、再選でボタンチェックお願いします。はい、ありがとうございます。2P 側の小川さんはあのゲストで入ってください。ゲストですね。大丈夫かな、動けます、いけない、あ、もう入ってるのかな、アケコン差し替えてない、え、あ、大丈夫、
あ、じゃあ、ボタンチェックお願いします。さあ続いての試合がワンピガーが、中洲ベッドマンとなります。中洲ベッドマン選手ですね。そしてツーピガーが小川里選手となります。さあベッドマン対ザトウですね。なかなかこのいったレベルの、人口の少ないキャラクターのレベルの高い試合を見れることが少ないので、はい、ちょっとデータ不足ですね。ただやはり、ベッドマンが試合を動かすんじゃないかなという気はしますね。やっぱりその低空タスクで分身消したりとか、ね、地面を這うように飛び道具が移動しますので、はい、それに対してその分身を、影潜りを使って回避しなくちゃいけない、もしくはその移動を使って、やらなきゃいけないというところもあって、かなりその立ち回りの分身の、管理が大変なんじゃないかなと。でそれもそうなんですけど、まあ、本体も動かさないといけないので、まあ、分身ばかり見てるわけにはいかず、で浮遊しつつ、タスク A を投げた後に、ベッドマン自身も、空中戦を挑んでくるということで、まあ、そうなってくるとリターン取りやすいのはベッドマンなのかなという気がしますね。まあ、ただその分身を出してない状態に限っては、まあ、浮遊もありますし、はい、まあ、仕切り直しの状態に持っていきやすい、気がしますね。さあ準備ができたら始めてください。これ、もう他のブロックは結構進んでます ね、B ブロック、そして C ブロック決まってますね。 D ブロックは、おそらくこれから進行でしょうか。B ブロックの決勝戦がウィナーズ、こちらが、フモ選手、そしてルーザーズにアイ選手。 C ブロックの決勝がウィナーズにドグラ選手、そしてルーザーズにフジミロベットマン選手、ね、かなり活躍してますね。来ましたね、来ましたね。さあ続いての試合、 A ブロックのウィナーズの決勝戦ですね。こちらがワンピガーが、中洲ベットマン、そして2ピガー小川佐藤となっております。さあジャンプ D2 発目を食らう。さあ助け投げて分身が出せませんね。分身がやっぱりその安全な状況で出さないと結構辛そうですね。さあ出したんですが、これは消していく。やっぱりそのザト側本体が触られてしまっただけで、はい、やっぱり分身消えてしまうので、はい、この辺り難しそうですね。さあしかしダウンを奪って、これはでかい指導が入りましたね。さあダメージを取って伸びるから、はい、リード決める。これでほぼ追いつきましたね。さあ追いついて、いやーこれはラムドファングは飛ばれている。さあタスク C からギャン投げ、これは見えない。さあまずは中洲ベッドマンが取っていく。さあ遠距離 S 開幕読み勝っていますね。投げ断で崩して、ここはバースト。さあさらに3コンボ決めて残り2割といったところ。さあこの橋のタクが無理すぎる。こうなるともう関係ないですからね。はい、最初の試合で多分小川選手がそのジャンプ D をもうガンガン使って、先出しでそのベッドマンの攻撃に対して最低カウンターヒット相打ちでも取って、でその状態から分身を使った2対1の戦いに持ち込もうとしていたんですけども、はい、その空中戦これですね、かなり1試合目は中洲ベッドマン選手がうまくかわしていったというところですかね。さあドリルまでガードしてジャンプハイスラが見えている。キャン S からダウンを奪って、これは位置が入れ替わっている。中津ベッドマンが攻めるターンか、飛んだところにこの引きずり下ろすのが非常にうまいですね。そうですね。さあ分身を潰して、ここは本体で攻めたいんですがバーストさていく。さあ置き攻めを回避したんですが、さあアイコンがある状況をしっかりガードして冬、いやアイコン消すのが間に合ってなかったですね。召喚したんですが受け身からジャンプピエ。
なんか若干その噛み合っていない感じがしますね。そうですね、逆にそのままも出てきてしまったというところで、どうしてもこの厳しい立ち回りの中掴んだチャンスを生かすにはかなり集中が必要みたいですね。さあ画面足こバースト、グタク、いやこの辺り徹底してこの受け身ジャンプ P が、そうです、多分今ちょっと熱気のせいで伸びる戻しをしようと思ったんですけど、そこがドランカーシェイドになってしまったってところですかね。さあしかし完璧な立ち回りでしたね。いやかなり圧倒しましたね、はい。さあこれで、A ブロックのウィナーズがですね、ウィナーズの決勝、残ったのが、中スベットマン選手となります。ここから、はい、もう一度ルーザーズに戻って進行していきたいと思います。ちょっとトーナメント表出してもらっていいですかね。ルーザーズは1試合終わっていますので、ここから、FAB さんとモグラさんの試合でしょうか。もぐらさんいらっしゃいますかね。はい、じゃあ前に来ていただいてじゃんけんをしていただきたいと思います。この後この試合の勝者がそのまま連戦で投げさんとの試合ですね。そして反対側が、バリさんが勝利していますので、バリさんとトゥーリオさんですね。トゥーリオさんが試合ですね。ブロックの決勝はこちらで、はい、配信いたしますので、 A ブロックがじゃあ終わり次第ですね、 B ブロック C ブロックと見ていきたいと思います。さあそして続きましてこちらの試合が 1P 側 FAB ポチョムキン、そして 2P 側が、モグラカイとなっております。ボタンチェックお願いします。さあやはり A ブロックかなり激しい。そうですね、本当に激しいですね。やはりベットマンがかなり活躍してる、最近やっぱりアーケードでもかなりベットマンが、はい、活躍してるんでしょうかね、はい、やはり関東でもその使用人口はかなり少ないんですか。少ないですね、ですけど、まあ、やっぱ使ってる人はみんな強い気がしますね、うん、で動きも違うから対策もちょっとしづらいと、はい、さあ続いての試合が、ルーザーズですね。ルーザーズ1回戦FAB VS モグラ、キャラクターはポチョムキン、そしてカイですね、はい、あもう早速会場ではもうビール飲んで観戦しようかなって方も出てますね、ちらほら、スポーツですからね。そうですね、私も昨日やってましたビール飲んで。さあこちらの試合ですね。さあ FAB ポチョムキンがゆっくりと前に出る。ポチョムキンがこの前歩きをしつつゲージを貯めつつ、はい、海側のスタンエッジに対しては FDB で返していくというその作業をしながら前へ前へというところですね。で捕まえた時にゲージを吐いて、はい、高いコンボを決める。さあダッシュ投げ、この辺りやはり思い切りがいいですね。直がしてすごいですね、ダウンオーバー。やはりこの FAB 選手といえばこの直前ガード、直前ガードですね。そしてこの FDB の割り込みですね、本当にやり込んでますからね、はい、ここはキャンしてこれ FDB メガ前メガミストですね。しゃがみ P で相手の前進を、モグラカイの前進を止めていく。まあ、やはり画面押しのコンボ、はい、ロッキーを使ったコンボにばっかりちょっと目が行きがちなんですけど、すごい細かいところの精度も非常に高いのでここら辺見ていきたいところですね。さあ上から行く、固めてここは FDB 張り付いて前 P が見えていた。さあ画面中央に一旦逃げていったのはモグラカイ。さあスタイス中央、うわーこれよく見てますね、スプリットシェール。
さらにスタンキキャンと攻めたいんですが、やはりその海岸が攻めてるように見えて結構対応して、はい、気づいたら体力リードしているって感じですかね。さあポチョムキンバスター、まずは 2-0 で 1P 側 FAB が取って続いて2セット目ですね。FAB さんのすごいところはその結構その強気に動ける、プレイヤーでもその強気なプレイを返しておとなしくさせてから一気に倒すということができるプレイの強さ、人の強さ、対応力、はい、ボールの強さ、はい、出てるかなって感じで、なのでこのように信頼して出したのにガードされてたらどうしようみたいな状況になってしまうと厳しいので、ガードされても強気に自分を貫き通せばチャンスはあるんじゃないかなと思います。やはり経験値本当に高いですからね、はい、さあそんな FAB に対してモグラサイダーを奪ってダッシュ、これは投げ仕込みケースでしょうか。さあ立ち回り戻るスタンエッジを打つとデコピンで跳ね返されてますね。ダッシュしたところにはしゃがみ P が全身を止めてくる。トリシューラ、トリシューラ、しゃがみハイスラは当たらず、ジャンプハイスラカウンターからコンボを決めて FAB が1ラウンド選手。今もトリシューラ2回入ってたらヘブンリーポジョンギンバスターまでヘブンリーが出なかった、はい、はい、ですね。さあ行く、いやこのスライドヘッドからの置き攻め、ジャンプハイスラがとりあえずダウンを取る。さあベイパスが袖切り返し足払いからスプリットシール強化チャージ、これはバースト警戒施設ですね。コンボ決めたんですが多分、はい、FAB さんがガードが硬いので、はい、多分ガードされるだろうというところもあったと思います、はい、まあ、ここら辺が先ほど言った対応力の。さあヘブンリーから置き攻め、これ一旦バックステル回避、下からモグラが寄っていく後方メガピスト FDB にエインススキャンして、ここは投げ低空ダッシュしたんですが、よーマジかバーストにアーマーで耐えてきましたね。すごいですね、すごいですね今回そのアーマーで耐えた後にハンマーホールの攻撃がバーストに当てることができないので、しっかりあの近づいて着地にポチョムキバスターを確定させたっていうところなんですけども、すごいですね、判断本当に早いですね、はい、さあこれで続いての試合ですね、トーナメント見たいと思います。 FAB 選手ちょっと連戦でお願いします。続いての試合が投げ選手ですね、投げ選手 VSFAB 選手、続いてその後の試合が、トゥーリオ選手とバーリ選手ですね。じゃんけんだけじゃあしていただいて、あ、今近くいないかな。じゃあ、続いての試合ですね、続きましてこちらが 1P 側が FAB 選手ですね、そして 2P 側が、投げ選手となっております。この2人は普段から結構対戦してる感じですか。そうですね、まあ、本当に見ていて面白い対戦だと思います。そのお互いのアドリブとその要所要所の読み合いがもう2人しか分からない世界ですので、うん、それを見て楽しむというのがベストかなとやめちゃしてんで、はい、ただそのさあ続いての試合ですね、まあ、そのアイテムを使った連携といえば、はい、ファーストなんですけども、アイテムを使った連携をポジョムキがしてくるので、そこら辺にも注目ですかね。近い距離でのファーストの物投げには、注目して見ていきたいかなと、はい、ポチョムキンの動きに。やっぱりそのテンプレ通りの動きだと、なかなか、はい、勝つのは厳しいかなと。そうですね、ただちょっと火力が、はい、
ポション向きにありますので画面端に持っていくことができればというところもある。捕まえてしまえば、はい、ただ単発の威力も、はい、タシハイスターだったり、まあ、ハイスターだったりメガヒストだったりで多分蓄積していくダメージに関してはちょっとポション向きが上になってくる場合もあるというところですかね。ちょっと難しいと思うんですけども、ただ基本的に立ち回りは、まあ、ファースト側が動かしていく、はい、どうしてもやっぱその対応する技は、はい、調べられていくと思いますので、はい、この延々を振ったらこの技を振ってダメージを取るとか、技相性はかなり調べているはずと、はい、その対策の上でそのダメージを蓄積させてというところもありますね。でそこでそのやっぱ物を投げて出てきたアイテムがどう試合を動かしていくのかというところなんじゃないかなと。運も絡みますからね、はい。さあ続いての試合ですね、こちらが、ルーザーズの2回戦ですね。こちらが 1P 側 FAB ポチョムキン、そして 2P 側が投げファーストとなっております。開幕タチピー、これは安定行動なんでしょうかね。さあ円安チョコレート、これは回収できない。さあ愛を投げつつ、いやチョコレートちょっとアイテムの引きが良くないですね。ここから前に飛んでジャンプで相性と肉がアイガンダーは詐欺重ねになっていた。さあジャンプ台両者食らって、ここ空中投げやばいっすね。これトリシューラマジか、読んでいる。さっき前ハイトリシューラ、これ受け身に対して空中投げを狙っていましたね。それリスクゲージがかなり溜まっているぞ。カウンターヒット、しかし命拾いした FDB 前メガフィスト。さあしかしもうずっと光ってますね。さあコンプを食らったところでバースト、今の前パンとかもかなり判断早いですね、はい、ただちょっと物投げの運が今のところはあまり良くない、良くないですね。さあしかし画面端、さあ鼻からこれは IH、さあこれ結構傷しやばいんじゃないですかね。立ち配これは飛んで垂直、うわあヘビー判断が早すぎるだろこれ。これやばいですね。ただちょっと投げさんアイテムが本当に今のところ良くないので、やっぱりそのジャンプ台だ、ダメージが取れないジャンプ台だったり、はい、さっきのチョコレートはだいぶその精神的余裕が生まれたんじゃないかなと思います、はい、かなり回復しましたからね。目足さあ目の前にドーナツがあるんですが、ここで歩いて回収、しゃがみハイスラーから、いやーっとこれはうますぎる。さあここキャンしてフォロー飛んだんですが、これタッチパン対空ジャンプ D で降りて固めに行く、ジャンプしてこれは、いやー刺激的絶命剣は飛んで回避、ブラックホールピーピーピーしゃがみハイスだとかなりやりにいってますね。うまい、今のは素晴らしい判断です、判断ですが落としてない。チョコレートは食べたりですね。さあ後半になって結構アイテム運が来ましたね、来てますね。さあ序盤にかなり運貯めてきましたね。出ますね、これは後半これあ、結構どうですかね、体力がかなり回復する状況が多いんで今日はちょっと、まあ、どうなるかな。ここは素直にポチョムキンバスタージャンプ S、 これはしっかりガードして画面足ジャンプ D で降りてシャガパン暴れつぶしロマキャン、これはゲージを入っただけ。さあ金 S、 円 S、 ヒートエクステンド、置き攻めはポチョムキンバスター。さあこれ倒しに行ったんですが足払いダウン大市、いや状況判断ほんとうまいっすね。早いですよね、早いっすね、常に理想の返しを狙ってるというか選択できる。キャンマイ P がかなり痺れましたね。あれはそうですね、投げさんも早いんですけどね、本当にやっぱリターンに結びつくのはやっぱポチョムキンのその判断なのかなという。
さあこれはしゃがみ P をドリルキックで吊るしていく。ダウンバってテイクダッシュで固め直しゴーイング、これエインニュースタチアイト当てて押し込んで、やはりこの足に押し込んだ時の攻めがやはりうまいですね、ナギ選手も、はい、さあハンマーを耐えて ICPM 置き攻めは前ジャンプしたんですが、これは空中投げで落としていく。ドーナツを食べたんですがコンボを食らって画面端付近 FDB でアイテムを仕掛けていく。キャン両者キャンして中段ワイガード補聴部キンバスター、アーマーブレーキを使って固めていく。 FDB が見えたんですがしゃがみきれ潰した投げメテオが飛んでくる。これはヒートでやり過ごしてここからキャン、最後はしゃがみ P、 かなり紙一重の試合展開ですね、はい、さあテイクダッシュ前 P からヒートで掴んで、これやっぱりその置き攻めいけないのがポチョムキンの悲しいところですね。歩いてやっぱ現象をためる次に次の機会を、はい、狙うということで、あおそ、いやーこれは素晴らしいアドリブコンボになっている。アイを投げてうますぎる最近の画面端。さあ爆弾があるぞ、そろそろ、いやここからいけるのか、ジャンプ防止捕まえて、ここ歩いてゲージを貯める、ゲージを吐いて、ここはダウンではなくダメージを優先してきましたね。あっこれはもう、そうですね、チョコレートがあるので下がりたい、はい、あとはやっぱそのチビファーストに対して FDB を狙ってるんですけども、はい、そこにもう投げさんがもう非常に遠距離 S を置いてたことによってどんどん下がっていってしまったって、はい、で結果的にこの前に出る機会があった、チャンスが生まれたっていうことですかね。さあこれで 1-1 開幕、まずは投げが読み勝つ。チョコレート、結構チョコレート出てますね、すごいですね、今日かなり体力回復してるんじゃないですかね。多分本当に体力バー半分くらいのチョコレートが出てる感じしますよね。それが続いた後に今日はメテオが多い気がするので、うわやばい、さあ装填を潰して、やばいやばい、これは夜かもしれません、まあはい気絶して、前からドーマキャンで保険をかけつつ、まずは FAB、 やはりその捕まえた時のそうですね、ヘリ端でしかあのコンボはできないんですけども、はい、そのチャンスを見逃さず、しっかり決めたい、いきましたね、あっという間でした。インバーストを当てたので投げファースト、ゲージはかなりありますね、ガードしきれない、結構減ってますね。さあ続く置き攻めも崩して、今度はしゃがみ系の持続重ねドアで貼り付けて、装填からもう一回倒しきれない、キスハイ ICPM、 しゃがみ系はリバサ投げ、これで 1-1。さあ開幕前方メガフィストしゃがみハイスがレレレ、 FDB に2回目のレレレが刺さる、崩して固めていく、毒が出てるのでガトリングをやめて固め直し、レレレ、リスクゲージがピカピカですよ。しかしこれは端にお招待して、これはしっかりガード相打ち、さあレレレが入って、これはファーストに対応している、前番からこれカウンターではない、立ち入りヒート、これちょっとどうなりますかね、ここから
まさかすごいですね。いや、まだ終わらないか、多分残りますが、残って受け身から投げが攻める。ここからどうなる。ネガフィストが使ってキンバースト、これはでかいぞ。アイを投げてハンマーキャン前パンノマキャンして攻めっけ、めった蹴り、ドリキャンキー。接戦をものにしたのは 2P 側、投げファーストですね。この試合相当面白かったですね。もう終わった瞬間ギャラリーが拍手するぐらい面白い試合ですね。みんな素直でしたね。みんな素直でした今。さあこれで、反対側行きましょうか、バリー選手とティリオ選手お願いします。